皆さんこんにちは、今日は64天安門事件についてお話ししようと思います。64天安門事件ですよね。6月4日をちょっと、過ぎてしまいましたが、この事件は、中華人民共和国北京市の天安門広場であったからなんですよね。で、こういう名前がついてると。で、この広場に、民主化を主張する学生を主とする人々が集まったんですよね。で、それに対して中共が軍を出して弾圧したっていうね、人民解放軍が、弾圧したんですよね。で、多数の死者を出した、事件になります。第二次世界大戦後の有数の大虐殺事件だと思います。だから、人民解放軍ってね、名乗っていますけど、実質は人民虐殺軍であるというね、そういうふうに感じるところですよね。で、この天安門広場っていうのはそもそも毛沢東が中華人民共和国樹立をね宣言した有名な場所なんですよね。で、毛沢東は共産主義者、マルクス・レーニン主義に基づいて、国家を運営するということでね、そのマルクス・レーニン主義に基づく、政策をね、実行に移したんですよね。それが大躍進運動なんですよね。大躍進、躍進するぞっていうね。だからもうみんな豊かになってすんごい社会になるぜっていうことでね、やり始めた結果、大数の餓死者が出たんですよね。例えば人民公社作って生産手段の国有化が共産主義の決まり文句なんでね、全てね国のものだっちゅってね、そういう公社に所属させて農業とかやらせたり、いろいろやった結果、大量の餓死者が出たんですよね。で、その結果、毛沢東は立場が悪くなったなっていうことで、その責任から逃れるために、発動したのが文化大革命なんですよね。だから大躍進運動の次に、文化大革命が来るということになるんですよね。で、これ革命っていうね、起こってる、文化ってあるからなんか、文化的なことかなって思うんですけど、これはもう社会全体を、作り変えるっていうね、運動だったんですよね。で、実際にやったことは、政敵をやり玉に上げたり、いろんな人に因縁をつけたりして大虐殺、リンチを行ったっていうね、そういうものなんですよね。で、それで、やり玉に挙げられたのが、主な人はとしては、劉少奇と彭徳懐っていうね、2人の人が挙げられると思うんですよね。この2人はですね、大躍進運動が失敗だったっていうことで、行き過ぎがあったっていうことよね。だから、ちょっとね、全部ね国有化とかじゃなくてね、農民もちょっとね自分でそのね、成果をね売ってお金を得たりするようにできるようにしようとかね、そういう感じでちょっとね、行き過ぎを正そうとしたんですよね。それで毛沢東に目をつけられて、リンチされたっていうね。で、最後は2人とも悲惨な死に方をしたっていうことになるんですよね。でもこの文化大革命ですよね、中国大陸全土に吹き荒れた虐殺の嵐なんですけど、最終的にそのね、実行部隊は紅衛兵っていうやつらなんですよね。で、制御不能になったんですよね、毛沢東にとっても。でもう仕方ないから、その下方って言ってね、下に放つって書いて下方っていう書いて、もうね、お前ら農村に行ってそのね農業やれっていうね、そういう風にして農村に追いやって、文化大革命は終わったっていう。で、文化大革命が1966年から1976年と言われてるんですよね。この1976年は毛沢東が亡くなった年になります。で、その毛沢東に続いて指導者になったのが鄧小平なんですよね。1978年から89年にかけて、最高指導者の地位にあったんですよね。で、この最初の1978年に、改革開放っていうのがね、中央会議から、一番大きい会議で、それが方針に決まったんですよね。
で、まあ、改革開放っていうのはどういうことかっていうと、まあ、開放っていうからね、まあ、ちょっとね自由にするっていうことなんですね。改革して開放しますよっていうね。で、まあ、共産主義は計画経済なんですよね。でそれに対してその、自由があるのは市場主義経済なんですよね。ちょっと市場主義経済を取り入れましょうっていう話なんですよね。まあ自由主義とかね、まあ、神の見えざる手とか言われる、まあ、市場の、まあ、その働きもね取り入れようやっていうことなんですよね。だからその、まあ、毛沢東が中華人民共和国を樹立した後の、まあ、その経緯といえば、最初はねもう共産主義ガチガチでそれを現実にやろうって言ってね、まあ、極端な政策をやったっていう。でまあそれはちょっと大失敗やったっていうので、そのね市場主義の風味をね入れようやっていうことでね、劉少奇とかね男会とかがまあね動いたんですよね。でそういう人らをそのリンチしたのが文化大革命なんですよね。まあそういうやつらは反動だっていうね、反革命修正主義であるって言ってね、まあリンチしたりね、殺したりしたのが文化大革命なんですよね。でまあそれが終わってやっぱりそれは無理ややったっていうので、まあ改革開放ということでやったんですよね。でまあところでですね、まあ共産主義はですね、有名な言葉に下部構造は上部構造を規定するっていうね、まあ言葉があるんですよね。下部構造っていうのはまあそのね、経済的な関係なんですよね。まあその財を交換する過程なんだと思うんですよね。がのあり方が上部構造、政治とか文化などなど全てを決定しているっていうね。だもう下部構造がまあ一番大事、それが全てみたいなね、そういう考え方なんですよね。でまあそのでその改革開放をすればその下部構造が変わるんですよね。そのちょっと自由を入れようということなんですよね。ではそのまあ人々が経済的自由を知ったなら、その政治的にもその上部構造でも自由に行動したいっていうね、まあそういう気持ちがね広がるんですよね。やっぱ自由の味を知ったらね、やっぱ政治的にも自由に決めたいっていう気持ちが広がったんですよね。でさっき言った下部構造は上部構造を規定するなら、下部構造が変化した以上は上部構造も変化しなければならないっていうね、まあ理論的にそうなりそうですよね。まあ、ところがまあね変化しなかった、まあ、共産中国共産党一党支配でね、まあその他の政党なんかは結社の自由なんてないっていうことなんですよね。でまあこれはおかしいということで、まあね、その政治も自由化しよう民主化しようっていうので、まあ、民主化運動が起こったんですよね。でまあ民主主義っていうのはまあ自由主義ですよね。言いたいことが言える、それぞれが言いたいことを言って、でそういう自由な行動の結果政治が出来上がるっていう、まあ、思想なんですよね。で、まあ、そういう自由を求めたっていうことで、まあ、それがまあ学生による民主化運動として広がりを見せて、で集まってきたのが天安門なんですよね。1989年ですよね。でところがまあね、まあ中国共産党はその変化を拒絶したんですよね。だから下部構造が上部構造を規定するというのを自ら否定した事件なんですよね。まあこれは自己矛盾っていうかね、まあ、自己否定になると思うんですよね。じゃあそのまあただまあだから無節操ですよね。そのこういうマルクス・レーニン主義に基づいて運営するんやっていうね。で下部構造は上部構造を規定する、でもそれは受け入れないっていうことなんですよね。ただこの、まあ、ソ連が崩壊した後、まあ、中国共産党の中共は未だに残ってるんですよね。まあ、この無節操なおかげで残ってるということもできると思うんですよね。もう何でもありのねしたたかさが、まあ、中共を延命したと思います。あとまあこの、まあ、残忍行為ですよね。大虐殺を行ったっていうこの野蛮さがその力のもとになっているという面もあると思うんですよね。平気でそういう残忍なことを行う行ったっていうことが、まあ、政治的力の、まあ、源になることが、まあ、現実にあるんですよね。まあ、一例を挙げると、原子爆弾を落としたアメリカが戦後世界のリーダーになったのは、まあ、そういう、ところもあったんだろうなと私は思っております。というわけで、まあね、この天安門事件っていうのは、まあね、中共政府の生命を伸ばした出来事なんですよね。まあ、しかし同時に、まあその信用は、まあ決定的に失墜したと、まあ私は見ております。で、まあこのように見ていくと、中国共産党は
中国の人々にとっては災い災難のもとだったっていうね、ふうに、まあ、私は考えております。まあね、大躍進運動、文化大革命、天安門事件っていうね、まあいろいろ見ていくと、まあ災難のもとっていうか、まあ災難そのものだったというね、まあ、言えると思うんですよね。で、まあその災難はもちろん今も続いているんですよね。まあ香港とか、まあ、チベットとかウイグルのまあ悲劇が、まあ、今も続いているということになります。で、まあその内部だけじゃなく、その周辺国によってもね、とっても災難だと思うんですよね。まあ、日本にとっても尖閣諸島問題とかでね、いろいろね、ひどい目に遭わされているのがまあ現状だと思うんですよね。だから、中国共産党はアジアの疫病神であるっていうね、共産主義の亡霊がアジアをさまよっていると、まあ私は思っております。で、まあこのようにですね、まあ、第二次世界大戦中に中国大陸において大日本帝国と戦ったのは、まあ国共合作って言って、まあ中国国民党と中国共産党なんですよね。で、まあ中国共産党はまあ見てきた通り、まあ有害なね、悪い奴らだったということで、で、まあ中国国民党というのはまあね、まあ国共内戦に敗れて台湾にね、逃げ込んだ後、現地の台湾の人たちを大量虐殺したんですよね。これが228事件っていうね、まあ言うんですよね。だから、まあ台湾の人たちは犬が去って豚が来たっていうね、言ったんですよね。だから、まあ豚っていうのは、まあろくでなしっていうことなんですよね。だから、まあ両方ともろくでなしだったんですよね。まあはっきり言ってね。で、まあそういうことを戦後の歴史がね、もう証明してしまってるんですよね。で、この2つの事実を考えると、中国大陸に進出して汪兆銘政権を樹立させた大日本帝国は正しかったと、まあ私は思うんですよね。だから、大日本帝国の中国進出は日本の正当な利益を確保するためであり、中国の人々の利益にもかなうものだったと考えます。まあ、あの要は、共産主義というね、まあ、テロリズムの拡大の防止と、それから、まあ、安定的で平和的な政権の樹立っていうね、だから、まあ、その中国共産党というまあ、ね、テロリストが中国大陸で権力を持つことによる平和に対する脅威と、それから共産主義のもたらす悲劇を予防するためのものだったと思います。で、まあそのね、こういうまあ正当な行動をしている日本を侵略者だとして干渉しまくって、まあ、戦争に持ち込んだのが、アメリカなんですよね。で、まあ戦後まあね、まあ勝ってしまえばね、中共にとってはね、もう中国国民党なんてね、利用価値はないから、まあ、国共内戦がね、また起こったら、そのね、アメリカはね、その国民党を最後まで支援しなかったんですよね。まあ放り出したところを、まあ国民党は負けて、台湾に逃げ込んだということになります。で、まあ大虐殺を行ったっていうことになるんですよね。で、まあ戦後、まあアメリカは、まあ日本に勝って、で、まあ、東京裁判で日本をね、悪者に仕立てた時に、田中隆吉っていうね、まあ、軍人にね、まあ、証人としてね、使ったんですよね。で、あの、日本が、中国を侵略したっていうね、まあ、偽の歴史を、まあ、でっち上げたっていうことになります。で、まあ、中共はですね、まあ、中国大陸、中国だけを支配するにで満足せずに、チベットウイグルを武力で侵略して、まあ、植民地化してるしたんですよね。で、まあ、今も植民地として、まあ、支配されているということになります。で、まあ、今ねウイグルジェノサイド、ウイグルジェノサイドってね、まあ、問題になってるんですけど、まあこういう、歴史をたどればですね、まあウイグルジェノサイドはアメリカの責任ということも可能だと思っております。で、まあそのね、今更ねジェノサイドってね、まあ、散々チベットウイグルがねあのひどい目に遭ってるのにほったらかしにしといて、まあね、何を今更っていうね、まあ、気がしますよね。まあね、まあただですね、まあ今更ではあるけど、まあね、遅すぎるっていうことはないので、まあね、チベットウイグルというね、まあ、植民地の解放のために、まあ、世界が協力するのが大事だと思っております。で、まあそのね、まあ、ずっと中国大陸のことについてお話ししてきましたが、まあ、日本にもね、共産主義勢力、まあ、アジアにね、さまよってる共産主義の亡霊がね、まあ、未だに、まあ、あるんですよね。
で、まあ、それがまあ日本共産党と令和新選組なんですよね。で、まあ、令和新選組ってね、その党名に共産とかね入ってないんですけど、日本共産党の左派、過激派のまあ流れを組む勢力なんですよね。だからまあ我々としてはですね、まあ、あの衆議院選挙があると思うので、まあね、民主主義の国家なんで、まあ、選挙で、投票して、まあ、意思を示すことが大事だと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。